はい、ではよろしくお願いします。今回は高校数学数2の奇跡と方程式丸2をお送りします。で、前回からね、奇跡が始まってこれで2本目です。で、前回と同じ流れです。点 P の奇跡を求める問題なんですが、ちょっとね、前回とは違うタイプを2問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番、まあ、さっきも言ったようにね、両方とも点 P の奇跡を求める問題なんだけど、1番はまず2点が設定されてます。 A が -2の0、 そして B が2の0です。で、ここからの距離の2乗の差、つまり2乗して引き算だね、差だから、AP2乗-BP2乗が24である点 P を求めに行きます。あ、前回の問題はちょっとややこしい感じがするよね、見た感じは。で、これね、1番も2番も基本的に同じやり方でやっていくといいです。で、1番、まず P をね、P が主役になっているので、 P を XY と置いて始めていきます。XY ってな、前回の丸3番と同じような感じかな。で、今回 AP2乗-BP2乗を使うじゃん、もう書いてあるからさ。なので、こっからまず AP2乗を書き出します。で、これ前回の動画とかでは AP って書いてたんですけども、 AP2乗でいきます。で、これどうなるかっていうと、 AP2乗は X プラスか2の2乗プラス y の2乗となります。で、もしここでちょっとんってなる人も結構出てくるとこなので、これ説明すると、もともと AP、これ2点間の距離ね。A と P の距離です。で、2点間の距離っていうのは、X 座標、Y 座標を引いて2乗するんだよね。で、ルートをつけると。だから、まず X とマイナス2なんで、引き算すると X プラス2の2乗プラス Y は Y と0なんで Y の2乗で、これにルートがついてたんだよね。これが2点間けれど、今回もともと AP の2乗も使いたいので、これを両辺2乗するんです。そうするとこっちはそのまま AP2乗、 こっちは2乗するんで、ルートが外れるんです、こうやって。だからこうなるっていう。で、これ基本的によく使うので覚えておくといいですね。まあ、2点間の距離を使ってそれを2乗しただけです、ルートを外してね。で、もう一個同じように BP の2乗もやっていくと、 BP、 P と B これだから、 X-2の2乗プラス Y の2乗とこうなります。で、あとはもうあの差が24って言ってくれてるので、あとそれも代入して、まあ一応書こうか、 AP2乗-BP2乗が24なんだよね。これより代入すると、一応書こうか、ちょっと長くなるね、プラス Y の2乗でしょ、で、マイナスこいつなので、マイナス X-2の2乗で、こっちも引くね。本当は多分中括弧とか使った方がいいのかもしれないけど、まあこれでも間違いではないので、こうなります。で、展開してまとめると。で、これ展開すると X2 乗消えるよね。で、ここが 4X でしょ。で、マイナス 4X なんだけど、マイナス配ってプラス 4X になるから、まず 8X になるね。 X2 乗消えるから。で、 Y の2乗と Y の2乗も消えて、4と4も引く4で消えるんだよね。だからこっち側 8X しか残らないのか。で、24、つまり X=3、 これ直線だね。直線 X=3 と、これが答えになります。いいかな。だから方針としては、まあ P を置くでしょ、置いて、あとはもうそれを使うために AP2乗、BP2乗をこの P を使って表すと。で、あとは式を解けばいいといった感じです。で、今回この2乗の差で1回ね、1個目問題作ってるんですけど、2乗の差ってね、たまにこれがない時があります。
単純にそのこれからの距離の2乗の差が24であるっていう、この AP2 乗が書いてない時で、ただの2乗の差って言われたら AP2 乗引く BP2 乗なのか BP2 乗引く AP2 乗なのかがわからないんです。どっちから引くかは指定されてないから。だから指定されてない時はここに絶対値つけてください。ここで絶対値つけると、一応やるか、つけるとね、ほんま結局左側左辺計算すると 8x しか残らないんでこうなるんです。で絶対値外すと 8x イコール、こっちにプラスマイナスつければいいからこうなるでしょ。で解くとおそらく x イコール3と x イコールマイナス3が答えとして出てきます。いいかな、まあ、それの違いはあるんですが今回は指定してあるので、だから絶対値は必要ないと。まあ、こんな感じになります。でなんでこんな左に詰めたかっていうと、2番がねちょっと板書量が多いんだな、これね。よし2番いきましょう。でこっちはまた2点が設定されてると。でそっからの距離の比が1対2である点 P を求めます。でこれは一つね有名な公式というか、まあ、アポロニュースの円を使えば楽勝で解けるとこでもあるんですが、こっちみたいなちゃんとしたやり方で一回解きます。いいね。で、こっちも同じように P を設定すると。こうやって置くね。で、結局、これ、距離の比が1対2である点 P でしょ。だからどういうことかっていうと、AP 対 BP が1対2なんだよね。いいかな？その P までの距離が1対2だからさ。つまり、これ、2乗すると、あ、2乗の方がね、やりやすいからさ、ルート外れてね。BP2 乗が、ごめんね、間違えちゃった。が、両辺2乗するので、1対4になります。いいね、こうなると。で、下行こうか。つまり、これね、比の計算をすると、4AP2 乗イコール、BP2 乗が成り立つと。でこうやって式を持ってきたので、あとはさっきみたいに AP2 乗と BP2 乗を入れてちゃんとは解くだけみたいな感じになります。でこうやっていくと AP2 乗イコール、これと同じだね、これとこれだから x プラス1の2乗プラス y の2乗と、で BP2 乗がこれなのでさっきと同じか、マイナス2の2乗プラス、ね、こうなってるからあとここに代入して、よし一回書くか、普通にね、ここに4を配って、あとこっちも配んだけどね、 4y2 乗とイコール bp2 乗そのまんまなので、はい、よし展開して全部左辺に持ってこようか。でまずこれ大変だな、ちょっと待ってね、 4x2 乗でここ展開して持ってくると 3x2 乗か、で 8x になってマイナス 4x 持ってくるからプラス 12x で4で4持ってくるから消えるんだね、4は消えると、で 4y2 乗持ってくるからこうなるね、で3で割るか、まず割るとで、これは円だね。だから、この部分をまず、円の変形をしたいので、こうしよう。で、余計なもん後で引くから、先に y2 乗書いちゃおうか。で、これを作ったことによって、4が余計なのね。だから、マイナス4がつく。4が余計だから。で、マイナス4がくっつくんですけど、それを右辺に持ってっちゃった方がいいので、こうなります。これで OK だね。で、これで、答えどこに書こうかな。いっか、ここに書くか。ちょっとここ下はギリ入らなそうなので、こっち行くね。で、これは中心がマイナス2の0。半径が2の円だから、中心マイナス2の0。で、半径2の円と。あらら、もう落ちた。これが答えと。いうふうになります。
で、これがまあオーソドックスなやり方ですね。で、これはもちろん覚えてほしい。よく使うから両方ともね。で、これも覚えてほしいんですけど、今回2番でやったこの点とこの点、2点からの距離の比がホニャララ対ホニャララであるっていう時はアポロニウスの円っていうのが使えてね。これは黒にしよっかな。ごめん、ちょっとね、ちっちゃくなってごめんね、ここしか空いてないので。で、これは一応覚えといてください。アポロニウスの円です。で、アポロニウスの円を使うときはですね、この2点あるでしょ、これの内心点、まあ、内心する、内分点だ、内分する点と外分する点を求めます。つまりこれ対これを1対2に内分する点と外分する点ね。で、これはもう前やってるので普通にやっちゃおうか。で、内分の方からいくと、これ対これを1対2に内分で3分ので、0になるのか、00だねこれ。で、内分点外分点がハテナって思う方はぜひ前にも撮ってるので動画、ちょっとそっちの方チェックしてください。で、外分もいきましょう。で、外分はこっちにマイナスつければいいから1分のになって、こうこうだからマイナス4か。で、0で、こうなるでしょ。で、アポロニウスの円っていうのは内分する点と外分する点を出すと、この、いて、この2点が直径になってる円になるんです、必ず。いい？これとこれからの距離が何対何になる点っていうのは。いい？で、これね、図で書くと分かるんだけど、原点とマイナス4の0でしょ。だから、ここで、原点と、だからこっち行こうか。原点とマイナス4の0。ここが直径なのね。ってことは、その円だから、こうなるでしょ。そこが直径だからね。ってことは、中心はその、中点でしょ？マイナス2じゃんか。マイナス2の0か。だから、中心がマイナス2の0なの。で、図から判断しても、半径、ここの半分の2ってわかるから、この状態図だったらね、これでわかるからさ。だから、中心マイナス2の0、半径2の円というふうに解くこともできます。これがアポロニウスの円っていう。いいね。必ずこっちだけじゃなくてセットで両方覚えておくといいです。では、今回は高校数学数2の奇跡と方程式丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もう1本かな、その奇跡に関する問題ね、取り上げますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。